舞台まだ暗い。さっきまで鳴り響いていた軽快な音楽は鳴り止み、あたりは深い闇に包まれる。これは朗読劇である。舞台には法廷のセット、目の前には椅子が散りばめられている。それらはこれから行われる裁判の被告人席であり、弁護人席であり、傍聴席であり、そして誰もいない裁判所を見つめる観客である。事件があったのは10月8日体育の日の18時。被害者の高山七海17歳は勝手踏切という遮断機のない踏切で何者かに背後から線路に押し出され電車に接触。霧島さんは無罪にできると思っているんですか？当たり前だ。俺以外に誰がいる？17歳の妹に嫉妬して殺すような最低野郎の弁護なんかクソくらいだ。ただ過去に被害者の妹に怪我を負わせてる点は厳しいよ。そこを突かれたら心象がかなり悪くなる。警察上層部から捜査現場に何かしらの圧力があったかもしれないと言いたいわけ？一見完璧に見える状況証拠にもプレッシャーによるほころびがあるかもしれない。一つの光。そこには誰かがいるのだ。この女子高生踏切殺人事件の主任弁護人は誰だ？俺です！あなたは長い間刑務所に入ることになってもいいんですか？もう何もかもどうでもいいんだよ。雨の音が続いている。二度と聞くことのできない声が雨にかき消されている。俺が憧れる霧島連次郎は弱き者をいつだって救ってくれる正義の弁護士なんです。今のあなたは俺の尊敬する霧島弁護士ではありません。霧島はね、5年前に結婚の約束をしていた恋人ストーカーに殺されているの。お兄ちゃんのことを慰めてあげたいけど、多分私じゃ相談相手にはなれないから。新人、今から福井に行くぞ。福井ですか？行くのか行かないのか。行きます！喜んでお供させていただきます！お兄さん、私はどうですか？スタイルには結構自信がある。やめなさい、やめなさい。僕は妹を、高山七海さんを殺害していません。教え子がストーカーに殺害されるなんて本当に残念です。霧島さんは何が言いたいんですか？霧島と一緒の人生は楽しいと思う。君も私と同じじゃないのか？どうか君の力にならせてほしい。朗読劇ですので、やっぱり朗読劇、朗読をちゃんと届けて、でもやっぱりこう聴覚だけじゃなくて視覚的にも楽しませたいなって思ってます。まっさらな状態で新鮮に読むっていうことだけを考えてるぐらいですかね。それ以外はあまり何も普通のお芝居と変わらないかなと思います。まあ西田さんはあんま読み込むんじゃねえとか言いそうですけど、まあしっかり作り込んだ上で舞台上で本を持ってでも遊べるような形にしていければお客様に楽しんでいただけるんじゃないかな。ずっと朗読劇やりたいなと思っていたので、まさか夢が叶うとはという感じで楽しみでございます。女性のキャストでこう同期っていうのが一人なので、そこは負けないようにちょっとちゃんと存在感を出していけたらなっていうふうに思ってます。